左手をご覧ください。2両の日の丸式戦車が敵情確認のため侵入してきました。新しいやつ。これらの戦車が確認した敵の情報をネットワークシステムにより後続の戦車に伝えます。こちら1番、5台左、6台左に敵戦車発見。各社ネットワークシステムにより細部位置を確認せよ。こちら2班、敵情確認。向こうから来る、うん、この情報をもとに人丸式戦車がスラローム射撃を行います。この射撃は今までの戦車では不可能であった非常に難易度の高い世界最高レベルの射撃です。スラローム射撃の目標は6の台左、後退後進車の目標は5の台左です。大きな音がします。ご注意ください。いや、キャタピラが隠れてるのに、カバっていうか、なあ、どうしたらいいのかな。6枚大戦車、鉄鋼反決、2分、左へ、撃て。あ、びっくりしたわね。おぉ、撃てた。人丸式戦車が離脱します。離脱速度の速さをご覧ください。レッツ用意。ヘリコプターになったらだんだん傾けていくだろう。最終型クラウンだね。なくなくクラウン。前段演習の最後に空挺隊員による自由降下および自動作降下をご覧いただきます。はじめにご覧いただく自由降下は視力の効果に適材、皆さん自由降下は敵の占領地域などに潜入するための降下要領であり、航空機から飛び出したのに自ら開催し降着します。大型スクリーンをご覧ください。大型輸送ヘリコプター CH47 の